はい。というわけで、後半戦の LD に行きたいと思います。うん、後半戦1本目がですね、レイアウトプリミティブというタイトルで、シフトブレインスタンダードデザインユニットのフロントエンドエンジニアの安田雄平さんにお話をいただきたいと思います。安田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、レイアウトの話をしていきたいと思います。シフトブレインの安田と申します。僕は業務では主にメディアサイトとかコーポレートサイトのようなページ数がたくさんあるタイプのサイトの制作に携わることが多いんですが、そのようなサイトでは特にページのテンプレートとかコンポーネントをいかに堅牢な設計にできるかっていうのが重要だと感じるんですね。で、CSS 設計はこれに近そうな感じがするんですが、僕としては CSS 設計というのはセレクタの書き方とかコンポーネントの整理の方法についての話で、いかにしてレイアウトを組み立てるかみたいな議論にあんまり踏み込んでないように思うんですね。で、具体的にはどのように宣言を組み合わせるかとか、どうやってレスポンシブにするかみたいな話はほとんどないはずです。例えばこんな感じのレイアウトはよくあると思います。エリアごとにページが背景色で区分されていて、で、その中に入るコンテンツのレイアウトは共通になっているという感じですね。で、僕ならこれはこんな感じで実装すると思います。背景色とかパディングは外側の要素に持たせておいて、で、その中のレイアウトは同じコンポーネントを使いまして実装を共通化しているという感じですね。で、パッと見のページの印象では、エリアごとに別々のブロックに分かれているように見えるんですが、細かく分解してみるとこんな感じで共通化できるパターンがあります。で、その、エブリーレイアウトっていうサイトでは、このように、コンポーネント自体が目に見える形を持たないみたいなパターンを、レイアウトプリミティブと呼んで個別に解説されています。で、このレイアウトプリミティブの特徴は、特定のコンポーネントだけに依存しないっていうことと、かつ、複数のレイアウトプリミティブを入れ子にできるっていうことなんですね。で、そしてそれを実現するために、レイアウトプリミティブっていうものはメディアクエリによるブレイクポイントに依存しないようになっています。というのはメディアクエリに依存した時点でコンポーネントの再利用性が制限されてしまうからなんですね。例えばビューポートの幅によってボックスの行の数が切り替わるみたいなコンポーネントがあるとします。幅が広ければボックスは横に並んで、狭ければ縦に積まれるっていう設計なんですけど、これをメディアクエリで実装すると、左の図や真ん中の図のようなケースでは意図通りのレイアウトになるんですが、右の図のように幅が狭い要素の中にコンポーネントが配置されているって時だと、設計意図に反して無理やり横並びになってしまうんですね。つまりメディアクエリに依存するとコンポーネントを入れ子にできる組み合わせが制限されてしまうということで、レイアウトプリミティブはこのようなコンテキストに縛られないためにメディアクエリの依存を回避しているんですね。ではそのレイアウトプリミティブを組み合わせると具体的にどんなことができるのかっていうのを見ていきたいと思います。このアラートのコンポーネントを見ると、なかなか汎用的なパターンに落とし込むのが難しそうな気がするんですが、実はこのレイアウトはほとんどレイアウトプリミティブだけで成立するんですね。センター、クラスター、ボックス、スタックという4つのこのレイアウトプリミティブのパターンを組み合わせることで、このような複合的なレイアウトが、汎用的なパターンとして扱えるようになるんですね。で、レイアウトプリミティブだけであらゆるレイアウトを実装することは難しいんですが、このようなプリミティブな型が用意されているっていうことで CSS のレイアウトはより簡単で単純にすることができるんですね。で、先のアラートは一つのコンポーネントの中のレイアウトだったんですが、ページ全体のレイアウトを構成するときにもこのレイアウトプリミティブというのが使われるんですね。これは僕の個人サイトなんですが、ほとんどがレイアウトプリミティブの組み合わせだけでできてます。で、こんな感じで、レイアウトプリミティブを使うことで効率的にレイアウトができて実装も単純になるんですが、で、一方でこれは同じパターンを再利用するっていう考え方が前提にあるので、CSS の再利用っていうものについてネガティブな印象を持っている方は、もしかしたら懸念してしまうかもしれないんですが、そもそも再利用が失敗を生んでしまうっていうのは、責務の切り分けが適切にできてないっていうことが原因であるはずなんですね。そしてレイアウトプリミティブの意味は、その名の通り単純な責務を持っているっていうことで、特定のレイアウトだけの性質を純粋にそうして表現するレイアウトプリミティブこそが意味のある再利用を促して CSS を堅牢なものにするのだと思います。ありがとうございました。